皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日はこちら、エマーソン製のアサルトバックパネル、はい、ちょっと商品説明の方を先に読んでみたいと思います。本商品はクレイプレシジョン社が開発した迷彩柄、マルチカムトロピックの実物生地を使用しております。本製品に使用されているファスナーは信頼の YKK ファスナーです。はい、メーカーがエマーソン、高品質ミリタリーメーカーエマーソン製のアサルトバックパネルです。タクティカルベストやプレートキャリアの背面のモールに取り付けて使用します。バックパネルとありますが前面にモールウェビング、バックパネルとありますが前面にモールウェビングがあるベストへも取り付け可能です。あ、そっか、前面か。いやでも前面だとちょっとマガジン取りにくいかな。はい、背面に装着した際の主な使用方法は背後でカバーしている仲間にマガジンや装飾品、装備品を渡す、装備品を渡すといったような、使用方法が可能です。下部のユリティポーチは仲間が取り出しやすいように横向きにジッパーが配置されています。マガジンポーチとユーティリティポーチの裏面に本体と同じサイズの上部開口部式のポケットがあります。はい、ポーチ詳細として M4 マガジン3連マガジンポーチ1箇所ですね。括弧 M4 マガジンを3本携行できます。で、ユーティリティポーチが1箇所で大型ポケット1箇所で、サイズが本体が縦30センチ、横が23センチ、マチが 4.5 センチ。はい、でユーティリティポーチが縦12センチ、横が22センチ、マチが 4.5 センチ。で、大型ポケットが、縦が30センチ、横が23センチ、マチが2センチ。括弧、マチは2センチですが大きく開口します。はい。で、生地が、マルチカムトロピック実物生地500デニールナイロンですね。まあ、マルチカムトロピックにした今回の理由が、まあ、以前に買ったこちらのプレキャリに色がちょっと合わせたかったんですけど、この色のものが売ってなかったので、まあ、マルチカム買うよりはマルチカムトロピックの方かなと思いまして、チョイスしました。というのもね、この生地にマルチカムを合わせると、まあ、これはちょっとブーニーハットでごめんなさいね、こんな感じになります。はい、だいぶ色合い違う感じですよね。つけましたって感じの、目立つ色になっちゃいますよね、マルチカムだとね。はい、では、本体の方を見ていきましょう。まずは、ここに M4 マガジンが3本入るようなものがあります。サイドはゴムで締めてあって、中は500デニールってこんなにペラペラなんかなってぐらいペラペラですよね。もうこれがでも500デニールって結構主流というかね、よく使われているものではありますけど、まあコンドルさんだったかな、フライさんだったかな、では1000デニールのものを使ってるんですけど、1000の方が全然ごつくて、安心感はあると思うんですけどね。500だとちょっとなんかペニャペニャな感じが僕はしてきちゃうんですけどね。はい、じゃあ試しに、マガジンも用意してありますから入れてみましょうか。次世代ですね、次世代 M4 のマガジン1本、まあ、普通に下、これあれですね、砂ほこり抜きの穴がしっかり開いてますね。これ普通に閉める、余裕ですね。ギリギリだともうちょっと長いものまでいけるから、まあ多段もいけますね、やっぱりね。でさらに同じように次世代 M4、 ただ、サイドのゴムの締め付けはそんなに、きつくないので、あまりにも跳ねる感じの動きをするとちょっと不安かもしれません。使っていくうちにこのゴムって緩くなっていくので、しっかり上はこのベルクロで固定してあげた方が、まあ当たり前は当たり前ですけどいいのかなと思います。で、最後多段ですね、もう入れてみましょう。これはまあ余裕だと思います。わ、
余裕でもないか。はい、今ちょっとご覧いただけますか。多段を入れた状態だとこのぐらいしか、3、4センチしかベルクロが噛み合いませんね。といってもしっかり止めれば十分だと思うんですけど、まあ、こういった感じになります。はい、うん、まあ後ろの人にマガジン渡すってことは僕しないですけど、ね、そういう場面がなかなか見当たらないですけどね。あ、はい、でタグは、マルチカムパターン、まあエマーソンさんね、いつものやつだね。あとはで、YKK の表記があるタグがありますね。はい、これつけたままだとちょっと重いんでやっぱり外しましょうか。主な目的は本当はバックパック的なね、 TMC さんから出てるバックパック的なものを本当は買おうかなと思ってたんですけど、いろいろ探ってるうちにこいつが見っかって、あ、これ面白そうだなということで、購入してみました。はい、ちょっと消しちゃったかな。お値段の方がでも結構これするんですよね。ただそのバックパックに似たようなやつも同じような値段だったので、7180円でした、参考までにね。はい、で、ユーティリティポーチ、これが結構ね、僕はこれがメイン、これが欲しかったんです、このポーチだけ。ただこれだけを下にポコンとつけたりとするのがちょっと嫌だったので、まあ一緒になってるやつなんか入れる場合もあるかもしれないので、一緒になってるものを購入してみました。はい、モールが一応これはゴムですね、伸び縮みしますゴムです。はい、お財布はもちろん、そうですね、スマホとか、貴重品だったらこのぐらいで十分入るんじゃないでしょうか。ちょっと測ってみますか、スケール、よいしょ、はい、この横幅、ざっくり横幅だけで、25センチぐらいですか、ここは数えないでか、じゃあ24センチぐらい、横は24センチ、縦がちょっとシワになっちゃってるんで測りにくいですね。縦がまあここは測らないとして、ここから14センチくらいでしょうかね。厚みは、おおよそ5センチくらいの厚みまでいけます。はい、ちなみに多段、次世代のマグは入れたまま余裕で、はい、余裕で締めることができますので、結構いろんなものが入るんじゃないでしょうかね。こんな感じです。3本入れたところでまだ全然余裕ですね。はい、なのでまあゲーム中に、そうですね、まあ僕は貴重品でしょうかね、入れるんであれば。はい、でここのジッパーが、1つじゃなくて2つついてるんですね。横に移動しておけば、まあ、まあそんな人はいないと思いますけど、万が一いたずらされてね、真ん中にファスナーを置いとくと、まあ知らないうちにこう開けられて持ってかれちゃったりする場合はあるかもしれませんが、横に移動させておけばね、なかなかこちらの方には手があるわけですから、まあ、万が一そういういたずらする人がいても横だったら探られればちょっとんっていう気づくかなという感じで、これはなかなか便利ですね。で持ち手の方には、バンジーコードって言っちゃっていいのかな、を一応これはなんかゴムか何かでくるんであるのかな、はい、なってますね。でこちらはベルクロのメス、何がはっうんとね、おおよそ8センチ ×5 センチぐらいのパッチか何かを貼り付けることができます。で、エマーソンさんの表示ですね。はい、で、横に2つあって、あとは上側、これはもうマガジンを押さえるからしょうがないでしょうね。4本、1、2、3、4本あって、ここはもうガラ空きです、何も押さえるものがありません。で一番下には、砂抜き
がありますね。はい。で、先っぽの方は、まあ、若干、コンドルさん、フライスさんと似たような感じの施工をされてるんじゃないでしょうかね。ただ、いつもだったらボタンにバチンと閉める、ボタンって言っちゃダメだね。バチンとね、閉める、押し込むタイプのものなんですけど、こちらは、こういう風に折り込んで止めるタイプのものなんですね。うん、これは僕は初めてです。はい。編み込んで最後入れて完了ということのようですね。はい。で、ここにはつまみやすいようにこいつが2つついてて、で、なおかつ開けると一番トップの方ですね。これがかなり大きいバッグ。だいぶ大きい。はい。これ、なんか、なんだろう、なんか入れてみたかったんだけど、特に比較対象になって入れられるものは何もないな。はい。もうマガジンで申し訳ないです。マガジンだと入れ口こうなって、全然余裕で入りますよね。はい。ただ、ここのバッグの厚みを見ても、特にマチを用意してるわけではないので、まあ、薄っぺらいものとか、そんな感じのものでしょうかね。はい、まあ入れば何だって入れちゃう方は入れちゃうと思うんですけど、うん、でそれでは、装着の方をしてみたいんですけど、今回装着するにあたってですね、ちょっとそのままいけちゃう人はいけちゃう、気にしないでいけちゃうかもしれないんですけど、僕の場合ちょっと嫌だなと思った部分があったので、先にプレキャリの方をいじってみました。デフォルトだとですね、こちらのプレキャリ、まずバンジーコードが端っこの方にあります。最初の方ね、買ったばかりの時はね。で、これが詰まってる状態ですよね。そういうサイズ調整していない、うん、サラの状態で、バンジーコードが端っこついてる。で、ここに3本のガイドがあるんですけど、ガイドって言っちゃっていいんですかね、これ。ここにこいつ3本、こいつら3本を、通すことになってるんですけど、これ3本ですね。1、2、3、これ僕外しちゃってます。今浮かしちゃってます。はい。なぜかっていうと、ここの2本がですね、この2本がちょうどこの部分に、この部分を通るんですね。なので、ここをガイドが通っててバンジーコードがあると、ちょうどこの部分に干渉して邪魔になっちゃうんですね。はい。まあ干渉すればするほどそこがダメージを受けてボロボロになっていくでしょうから、おそらく、長持ちさせるためにそれを避けようということで、バンジーコードをセンターに寄せて、プラス、PP バンドが今注文しててないので、その代わりになるやつですね、こいつで、編み込んであります。一応真ん中は止めてないんですけど、端っこの方、この上下は編み込んでありますね。真ん中はちょっと事情でこういう風に編み込むので、真ん中はどっちみち物理的に無理なんですね。編み込めないんですね。なので、なんか方法があればいいかなと思ったんですけど、とりあえずはこのままで、ガイドを通さなくてもとりあえず固定できている状態ではあります。はい。まあこのね、バックパックで言っちゃっていいかな、これを編み込むので、まあこいつはどっちみちこれによって固定されることになるんですけど、はい。ではちょっとまたハンディカムが邪魔なんですけど、抱え込むようにして編み込みたいと思います。今回はコンドルさんとかとのは違って500デニールで、まあやりやすいので、そんなに苦労せずともいけるかなと思っております。まずこの上の4本と、ここはこれ段差があるので、まずここですよね。はい。こっちは最後まで通せないです。下の方にあるのでね。なので最初の方だけ通して、あとは上の方一旦通す。ちょっとバンジーコード邪魔ですね、これね。これね、なんとか処理うまくできればいいんだけど。はい。で、通したら、こうか、ここがこうだから、一発目にもう通しちゃっていいんですね。はい。よいしょ。どうしてもやっぱり、ウッドランド、なんだっけこの柄、ウッドランドマーパッド、
うん、のものを探したんですけど、やっぱり出回ってないんですよね。はい。ので、まあ、マルチカムトロピックかなり人気があるので、で、かなりフィールドによっては結構消えるという話らしいので、あって損はないかなと。まあそもそもグリーン系とタンカラーとあとブラックはプレキュラで揃えたかったので、ちょうどいいっちゃちょうどいいんですよね、僕はね。で、最後に上の方はこれを通す。はい、ここはやっぱりマガジンがある場所だから結構、はい、頑丈に行かないとですよね。で、こっちも通しとく。で、こっからは、そっか、もうここでくっつくので、こっからは折り返しですね。折り返し。うん、まあ折り返す前にあれか、こっち先通しちゃった方がいいか。なんかややこしくなってきたぞ。これがこっちですね。こうですね。一番最初2本あるからどっちか分かんないんですよね。はい、こう通しといて、あとは全部折り返しで。まあでも500デニール扱いやすいっちゃ扱いやすいですね。硬くないから。ただ僕はゴワゴワした頑丈なやつが好きなんで、ちょっとふにゃふにゃしすぎかなっていう感覚なんですよね。どうしても着るものもそうなんですけど、普通の人はゴワゴワするの嫌がるんですけど、僕は頑丈なものがとにかく好きなんで、ゴワゴワした方が安心感があるなって思っちゃうんですけどね。で、通して、で、次こっちか。こっち通して、で、ここ通して、で、こっからですね。こっからこの3本のベルトと言っていいのかな、ここに来るので、まずは、うわー、ほんと三脚邪魔だな。こっちを入れて、ごめんなさいね、ちょっとカメラがグラグラ揺れちゃってるかもしれない。で、こっからですね、下地の方も、モール入ってるんですけど、下地の方には通さず、こっちの方ですね、ここに通します、僕は。はい、まあ、下の方を通そうとすると、さっき言ったガイドがね、干渉しちゃって入らないことはないんですよ。いいですか。まあ、気にしない方はガンガン入れちゃってください。干渉しようが何しようが、こういう風にね、こういう風になって、ここに入れられれば入ることは入るんですけど、そうですね、干渉しちゃってますね、完全にね。うん、ぶつかっちゃうんだよね、ここね、やっぱり。こういう風に。ここにね。なので、それを避けるために僕は、こっちの方を使用してます。なかなかね、ちょっとどうしようかなって、普通に何も考えずにはまるんだろうなってばっかり思ってたので、来てからあれまずいぞってことになって、急遽焦っていろいろ、考えたんですけどね。まあそれじゃなくてもグリーン系のプレキャリがあればね、別にこのベルト系じゃないやつ、1本のやつだったらすぐ通せると思うので、そっちに変えることもできたんですけど、グリーン系はこれ1つしか持ってないので、ゼアヒでもこれにつけないとなという感じでした。はい、で、これを通して、うん、なあ、地味だね、この絵。で、また通して。待て。通して。ああ、通ったか、よかった。焦った。通して。ここを通して。ん？これ最後、こっちか。最後の1本通る余裕なさそうに見えるんだけどな。
あ、通るか。最後の1本通して結構ギリギリなんですね、これね。はい、そうするとここでお尻がこう余るので結構引っ張らないとダメみたいです。はい、しっかり引っ張って合わせてから折り返し、こう折り返しですね。はい、これで装着完了のようです。おお、よいしょ、もうちょっと遠くから、ちょっとバランスが、はい、こうかなといった具合ですね。どっちが前なんだってなるよね。どっちが前なんだ。これさ、ちょっとね、ここのねモールの位置がすごく気になるんだよね。合ってない場合があるから。はい、よいしょ、あ、ごめんなさい。これで一旦これなんかちょっとパッと見は前に見えるけど後ろですよ、後ろです。はい、これを、ああ、やっぱり合わんこともないっすね、色合いね。あのプレキャリにね、完全に浮いてるわけじゃないから、うん、間違いではなかったか、若干惜しいかなっていう部分でありますね。はい、おお、まあじゃあこんな感じで動画終わりますかってなりたいんですけど、実はもう一品購入してまして、動画途中まで作ったんですが致命的なことが出てきちゃいまして、これもエマーソンさんの3連オープントップのマグポーチですね。僕オープントップ買うの初めてだったんですけど、まあいろんな人のは見てるんで物は分かってるんですけど、まあちょっとこれ動画作ろうと思ったけど動画ならないので、でもおまけで作っちゃえということでこれからやりたいと思います。はい、エマーソンさんのプレキャリーにエマーソンさんの、マグポーチなんで絶対合うだろうなと。これですね、このタイプのやつ合うだろうなと思って購入したんですが、これもマルチカムトロピックですね、3000円ぐらい購入したんですが、散々ご紹介してじゃあつけましょうって今のパート見たくなった時にね、まあ、こうつけるわけですよ。で引っ張りますよと、わかります皆さん、幅が合ってないんですね。これがもうこう斜めになってる時点で合ってないのわかるでしょ。こっち側に引っ張られちゃってるんですね。でここまで極端に合ってないのも珍しいっすよね。僕はこれここまで合ってないのは初めてなので、幅どうしたものかと思って今悩んでるところですね。というのはこちらが不良品だのか、こちらの幅が不良品なのかがね、モールって、まあ、全部統一のはずなんですよ、企画は。ただ、前のフライさんですかのプレキャリの時もそうだったんですよね。この幅がちょっと狭かったりするんですよ。試しにこれフライさんのにやっつけてみたら普通につくんですよねなのでこっちが良くないのかこっちが良くないのかってこれね、考えますよね。でも今のバックパネルはしっかりついたのでおそらくこれなんだと思います。うん、いやおかしいよね。でこれ先ほどまで動画で撮っててここまで来て愕然としちゃってえっていう感じで動画ストップしちゃったままだったんですよ。なので一応ショップさんにはねモール幅が全然合いませんということで、メール入れたんですけど今まだ返事は来ません。はい、まあこれこのまま強引に使う人もいるのかな。これはもう完全にぶつかってますからね、こことここ、うん、もうちょっと可愛げがある引っ張られたぐらいだったらまだ良かったんですけど、これはもうちょっとドアップでお見せしましょうか。こっちね、完全に間違ってますからね。もっと全然広くなきゃいけないわけですから、これはさすがに受け取れないぞと思って、まあ珍しくちょっと対応の方をよろしくお願いしますということで、ショップさんには連絡入れた次第なんですけど、ちょっとあれですね、モール規格何種類かあるとは僕はお聞きしてないので、モール規格は全部統一というふうにお聞きしてるので、おそらくどちらかなんでしょうね。同じエマーソンでもどちらかの幅が合ってないと
いうことなんでしょう。というかこのあれだよね、普通に見て気づく部分、この縫い幅、この縫い幅とこの縫い幅全然違いますよね。こう並べてみたときに、ここをこう合わせたときに、こっち側が広い、こっち側が内側に入ってるでしょう。この時点でもう合ってないですよね、モール幅。なのでこれがちょっと狭すぎるんじゃないかなと思うんですね。はい。ただ、こうやってひっくり返してみて、今度こちら側に来ると合ってる気もするし、これこの縫い幅が今度広いので合ってるように見えちゃうんですよね。ただやっぱ狭いのかな。あ、狭いですね。どっか一つを視点にしてみりゃわかるけど、こことここを視点にしてみるとやっぱり狭いかな。合ってるようにも見えちゃうんだけど、やっぱこっち側の方が内側に入っちゃってますね。うん。なので本当はこうくっつけて予定だったんですよ。はい。どうしようかなって、今回これもう次来て次同じのだったら嫌なんで、やめようかどうしようかちょっと悩んでます。まあプラ製のまあマガジンね、いろいろやりやすいって方もいらっしゃるんで、プラ製でガチャーン取っていくやつもね、だこっちじゃない、オープントップでバンジーコード使わない方がいいよっていろいろおすすめされてるんですけど、今回はエマーソンなのでエマーソンチョイスしたんですけど、見事に、ちょっと不良というか、うん、のようなので、こちらのご紹介はちょっとだけして割愛とさせていただきます。はい。今回はこっちですね。これでもこういうのがあると、同じショップからこの2つ買ったんですけど、こういうのがあるとちょっとね、どうなのって感じにもなりますよね。まあショップさんに悪気はない、メーカーさんのね、こんなの手落ちですけど、なんでしょう、エマーソンさんもあまり良くないのかな、当たり外れ多いのかなって感じがしてきちゃいますよね。はい。ということで、今回はエマーソンさんのモールシステムアサルトバックパネルですね、背面用パネルマルチカムトロピック、こちらの方をご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そしてツイッターアカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。